参集いただきましてありがとうございました。愛の九段内監督を務めました野本と申します。少しの間も、お付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。愛のくだらないとアルムに出演しております笠松菜奈美と申します。本日は短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたします。アルムも監督してます。いや、良かったです。あの野本さんが言わなかったから思い出しました。すいません、思い出してくれた。今日そうです、2作品長い間ご覧いただきました。アルムは大阪初めて、はい、そうです。嬉しいです。ねじ込ませていただきました。ありがとうございました。あ、ま、なんかこの2作品はなんかこう通ずる部分があるなとは自分なりに思っていて、こうまあなんか正義に向かっていくというか、自分自身が正しいと思っていることがあの、まあ、誰かを振り回してしまったりっていうことにつながっていたりとか、まあ、こう思うように器用に振る舞えない理由人たちの話なのかなって思っていたので、ちょっとこの2作品を同時に上映できたのは本当にありがたいなと思っております。はい、そうですね、本当にねじ込んでいただいてよかったなって思ってます。なかなかアルムは34分なので、その単独上映っていうのが難しくて、単独でもっとアルムを上映したいけど単独で流せる機会が少ないので、こういう機会でちゃんと劇場で流していただけるっていうのはすごい大きいことだなと思って、そうです。結構去年の映画祭にかけてもらうことが多かったんですけど、去年がオンラインが多くて、なんか伝えきれないような気もしていたので、現場に行けないのは、そう、なんか届いてる時間が正直少ないなと思う。良かったですよね、だって劇場で。そうですね、劇場でかけていただけるし、しかもその場にあの自分自身も行けるっていうことがすごくありがたかったので、アルムは、おととしの冬とか。そうですね、そうですね、私が大学生だったのが、ちょうど12月、12月か、まだコロナの前で、そうですね、あ、そうだ、ちょうどコロナ、本当に寸前って感じでした。あ、そう、寸前。あ、12月末に撮り終わったので、ギリギリ逃れた。なんかもしかしたらそのコロナをもし減って取っていたら、またその大学への見方というか、なんか大学生の見方とか思いっていうのは変わってた可能性はあるなって。うん、全然違うと思いますね。大学と個人の関わり方もそうだし、もう大学で出会う人々との関わり方も多分変わってきてると思うので、私はギリギリ卒業したので、もうコロナ禍の学生生活っていうのがなかったんですけど、いろいろ変わってくるんだろうなと思いました。だからこうなんか周りを見て自分を見つめるみたいなことって今しにくくなってるのかなみたいな。多分何かにアプローチするときに自分とその相手しかいないことが多くなっちゃってて、なんかこの例えばまあサークルとか飲み友達とか、あのアルムはいたけど、あの中で自分を知るみたいなことって今は少ないのかなみたいなこと。確かに、あ、それを聞いたらすごいそうだなと思います。なんかあの人のふりして我が振り直せって言葉あるじゃないですか。あれはなんだ、まあ、ちょっと
そう人を見てなんか嫌だと思うことがあったら自分のことも顧みて気をつけなさいよみたいな意味だと思うんですけど、そういうことが大学とか、まあ、そういう人がたくさん集まるコミュニティでは自然と行われてることだと思うので、うん、それがリモート授業になっていけないとか飲み会ができないとかそういうことになると、その自分を移す場所も少なくなってるんだろうなっていうふうに思って、うん、今の野本さんの話聞いて思いました、うん、うなぎさんはその学生時代は結構そういう他人を見てみたいなことあったんですか？私はそうですね、1、2年の時は私は美術大学に行ってて、1、2年は大体その学科の全体的なことを学ぶで、3年から専攻の中で自分が選んで専攻するっていうのなんですけど、1、2年の時は割と人を見てあの子の課題の方がよく褒められてたとか、なんかそういう比べちゃうのはもう本当に毎日のようにありましたけど、その3、4年になって専攻が決まっていく中で、その専攻で同じところにいた人たちが少なかった、メンバーが少なかったのもあるんですけど、みんながもう自分を見る時間がすごく多かったというか、他人と比べてどうとかで評価される授業じゃなかったので、なんか自分がどれだけ自分のことをもっと深掘りして自分を解明していってそれを表現に出せるかっていうのをそこにいた人たちがみんなやってたので、あんまり人と比べるよりかは過去の自分と比べて、なるほど比べてた、いや、まあ、ちょっとそうですね、まあ、こんな話しなければよかったと思ってますねうまく着地もできないし恥ずかしいしね。まだですか時間？まだ最終上映なんで、あ、いくらでも喋っていた。そうなんですか。そうなんです。でもそのやっぱ他人の人を見ててとか人が鏡になってたみたいな部分って、うん、男の2作品になんか通じてるなみたいな思っていて、まあ、その愛のくだらないを撮ったのも、まあ、いろんなとこに書いてはいるにつけ自分自身の反省で書いたんで、でもその反省につながるまでもよし反省の物語を書こうっていうにはできなくって、どっちかっていうとこうなんか怒りの感情みたいなところからなんか書き始めた。よくなんか奈美さん俳優さんって分かんないんですけど、自分にとってこう負の出来事が負の感情が湧いてきた時に、あ、これなんか作品にぶつけようとか思ったり、めちゃくちゃ思います、うん、あ、なんか私はどちらかというと怒る感情とかよりも悲しい気持ちとかの方が、うん、なんかちょっと綺麗に冷凍保存してとか取っておきたいと思います、ね、その時の感覚、感情を、うん、リアルな感、本当に悲しい時とか、うん、だからお芝居で考えて出す悲しいとはまた違うと思うので、この後もあのサイン会をさせていただきますので、あのその時にあのこそっと質問とかしていただければ答えさせていただきますので、はい、まあ、であのパンフレットをあ、たくさん来た、こっちは別にいいんですけどこっちの愛のくだらないパンフレット販売しておりますので、よかったらこちら買っていただけると、でここにサインできたら一番嬉しいかなと思っております。中も可愛いです。あの主演の藤山貴さんとの対談ですとか、映画評論家の方に書いていただいたレビューとか、あとはなんか相関図みたいなのとかありますの で、こっちは特集上映で、あのそれこそあのトイレに今まで入っていただいた俳優さんたちのコメントとか載っていたりしますので、あのこちらお買い求めいただけたら嬉しいです。あと主題歌の工藤ちゃんのアルバムも
販売しておりますので、その辺もお楽しみいただけたらと思います。じゃあ、奈美さん、最後に。最後に、愛のくだらないのパンフレットの一番最後のクレジットに私の名前ないんですえいつ言おうかなって8月のテアトルの上演時から実は思ってたんで言われてた、すいません。ずっとあのテアトルの控え室でサイン書いてくださいって50部ぐらい渡されて、あ、パンフレット初めて見る楽しみと思ってパラパラめくって、あれ何回見ても書いてない申し訳ないあの母にもパンフレットを持って行ったんですけど、母も言ってましたなんか漏れてたんですよ。でも全然なんかそのなんて言うんだろう、全然良くて、もっとネタなんですけど、これはずっと大事に温めてたネタを披露できて今日は遅い時間に本当に愛のくだらないと、あとアルムも急遽上映していただくことになりまして、本当に長い時間見ていただいて本当にありがとうございました。あと明日からもまだ続きますので、よかったよなんてお話をさらっとあの近くの方にしていただけたら嬉しいなと思います。今日本当にありがとうございました。話させていただいたように、こう見るその時々で受け取り方も変わる作品なのかなと思っていますので、今日だけと言わずまた見ていただけたら嬉しいと思いますが、あの今日皆さんが受け取っていただいた感想なども聞かせていただけたら嬉しいなと思いますので、この後ロビーにおりますので聞かせていただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。